はい、今回はですね、長身ですね、彼らの魅力についてお話をしていきます。まあ個人的な意見なんだけど、バベルの塔に入ってからですね、長身が徐々に魅力的になってきたのかなと、まあそんな風にね感じてくるようにはなってきたんですよね。まあそこでね、これまでの長身をおさらいしつつですね、まあバベルの塔で戦った長身について、そしてまあ長身の今後についてもお話をしていきます。まずはこちらからいきましょう。はい、ということで、まあ、シリーズ初期に登場したランページマンやバイコーンに見られた傾向なんですが、この時はね、もうひたすら超人を見下す態度が見られるも、まあ、それは神であるがためっていった感じで、まあ、超人を殲滅すべきと考える個々の理由は特には描かれていなかったんですよね。はい、でザ・ナチュラルはね、先に登場した2人とね比べれば超人に興味がある印象はあるものの、まあランページマンたちと同じような考え方で、まあ、個性的なキャラっていうイメージは自分は持っていないですね、今のところはね。まあ、あとまあ ザ・ナチュラルに関してはギミック技が多いっていう意見も多くあったみたいですが、でまあ、ランページマンはね、その合力チーム相手に無双したに過ぎず、バイコーンに至ってはプリズマに敗北しているんで、まあ、長身の敵としてのね、格好を示せなかったことがね、長身の評価を落とす原因になっているのかもしれないんだけど、要はそのランページマンたちの思想とか考えがもう少し詳しく描かれていたら、また異なったね、まあ、その考えっていうか、もう少し個性をね、付け加えていたら、また異なった評価になっていたのかもしれないなとは、思いますね。もっともそのシリーズ序盤からどんどんね全てを晒していく展開もちょっとリスクはあるのかなとは思うんで、この点はまあ仕方ないといえば仕方ない部分はあるのかなと思います。まあ、しかしですね、まあ、コーカサスマンあたりからですね、徐々に個性が付与され始めてきた印象はありますね。まあ、彼はマンモスマンに勝るとも劣らないパワーファイターである一方ですね、まあ、マンモスマンにドチビと言われるも、こんなドチビに自慢の巨体を制御されているっていう、ね、そんな風に切り返す面もありましたよね。まあ、味のあるセリフ結構言ってるんですよね、コーカサスマンは。ちなみにドチビのこと言うとね、実際コーカサスマンってそんな小さくないよねみたいなこと言われてると思うんですが、まあ自分でドチビって言ってるあたりで、そこがポイントなんですよね。はい、またですね、まあ、ザマンとの絡みもね、コーカサスマンあたりから描かれ始めたんじゃないのかなとは思いますね。またそのマイティハークリーズのイディアマーもね、強さに対して貪欲で、まあ、時折ちょっと変態チックなね言動をしていたことから、ある意味長身で一番個性的に描かれていたかもしれないですね。あとなんといってもね、知性の神と知り合いっていう、これが結構ね大きなポイントかもしれません。だからね、自分キャラクターはね、イディアマンが一番好きですね。フェニックスがちょっと引き気味だったのがさらに良かったんですが、一方ね、その相方のザ・ノトーリアスなんだけど、彼は要はたまにその冷静沈着さを装ったりとか、いきなり狂気に的な行動をね、まあしたりしてたんだけど、なんというかね、まあ素人的な意見なんだけど、いろんなものを詰め込みすぎて、結果そのキャラクターが定まっていなかった印象はちょっとありますね。はい、で次にですね、まあ、バベルの塔に入ってからの長身について話していくんですが、まあ、ここからさらにね、長身が個性的になってきた印象はあります。まずはジ・エクスキューショナーなんですが、まあ、なんといってもね、スーパーマンロードの神様であったっていう設定ですよね。あとまあそのデザインも個人的に秀逸だと思っているんですが、やっぱりまあそのスーパーマンロードの神様っていうことで力を入れて考えてたのかなとはちょっと自分思ってるんですけどね。まあ狂気っぽいのはちょこちょこついてるんだけれども、で対戦中でもね、ジェロニモへの愛情が伝わってくる感じがしたんでね、自分はね、そこも大きな評価ポイントですね。はい、でその強さをね示せたかと言われるとね、まあ、これに関しては疑問あるんだけど、まあ、でもね、唾吐きまでしてね、ジェロニモをね、奮起させようとして、まあ、対戦中ところどころでね、手抜きと思えなくもない描写もあったんで、本来の実力を発揮してないんじゃないかなとは勝手に解釈はしています。ただこれもね、実際長身負けまくってるんで、この解釈通用しないかもしれないですけどね。であとこれ結果論なんだけど、ジエクスキューショナーね、もっと早く出してもよかったのかなってのはちょっと思っちゃいましたね。はい、最初の長身として登場させるのもありだったかもしれません。自分の考えですけどね、これはね。はい、
で次にまあリヴァイアさんなんですが、まあ、彼はね、まあ、武道の姿で登場したんですよね。最初はあのストロングザ武道とかビッグザ武道みたいな感じでね。ただすぐにねその鎧を捨ててですね、まあ、脱いだっていうか剥がしたっていうか剥がされたのかちょっとわかんないですけど、でその後ね賛否両論あるのかな、そういったデザインのね正体を披露していたんでね、最初はちょっと不安を感じちゃいましたね。リヴァイアさんに関してはどうなんだろうっていうことで、下手したら長身の評価がまた下がってしまうみたいな感じで、しかしですね、まあ、あのギミック系の技は意外に少なくてですね、まあ、その戦いぶりも相まってデザインもね自分はかっこいいかなと思えるようになってきたわけなんですよ。そういう意味ではザ・ナチュラルとは逆パターンかなとはちょっと思ってたりしてます。で対戦相手のねネプチューマンもね輝いていたこともあってですね、個人的にリヴァイアさんはね評価している長身の一人ですね。まあ、あの素顔にはちょっとびっくりしちゃいましたけど、で次にオニキスマンですね。はい、今戦ってますがロボ超人ならぬロボ超神として登場しました。まあ、進化の過程において生身と機械の区別をつける必要はないという持論を展開しています。でこれまで登場した超神の中でねその考え思想がね最も明確に描かれていて、まあ、強い個性を放つキャラクターになっていると自分は感じますね。ひょっとしたらなんだろうな、まあこれも何度も言うように素人的な考えなんだけど、ゆえたも先生の中で、ね、超新のキャラクター像っていうのがだいぶ熟してきたんじゃないのかなってちょっと自分はねすごく期待してる感じで思ってるんですが、で、まあ、勝敗はねまだわからないんですが、敗北したとしてもね評価される超新になるんじゃないのかなとは自分は思っています。で次にこちらなんですが、まあ、調和の神についてはね、まあ、そのデザインがね、その評価を大きく影響するしてくるんじゃないのかなとは思っていますね。まあ、まだ姿を見せていない2人の調子にも同じことは言えるんだけど、調和の神は結構このねここが大きいのかなとは思ってます。まあ、やっぱシルバーマンやね悪魔将軍ぐらい熟考してんじゃないのかなっていうのは思っちゃいますね。まあだからバイコンやねザ・ナチュラルはデザインは好きだったんだけどね。はい、で超神をねより魅力的なね、キャラにする方法としてはやっぱりまあシンプルで、まあ、圧倒的な強さで勝利させることも重要かもしれないんですが、まあ、どれだけね個性的かつ魅力なキャラに描かれているかについてもね注目していきたいかなと思います。まあ、ストーリーがねサクサク進んでるんで可能性は低いかもしれないんですが、まだ対戦していない超神の中で、まあ、特にあの調和の神を除く2人ですよね、まあ、あの調和の神の思惑を超えたねちょっとやばい考え持っているものはいるんでしょうかね。いわゆるまあ邪悪なサイコマンみたいな感じですよね。中身真っ黒みたいな。もしねそういった超神がいればね、まあ、リアルディールズに勝つ展開もね十分考えられるんですが、果たしてどうなるんでしょうかということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。